2001年に登場した三菱の新世代クロスオーバー RV がエアトレックだ。ミニバン並みの2室居住性とステーションワゴンのスポーティーな走行性能、さらにはクロカン 4WD が持つオフロードの走破性までを兼ね備えたオールラウンダーである。翌年ラインナップに加わったターボ R は、そのネーミングからイメージできる通り、より走りにこだわったモデルである。他のグレードが全て4速オートマチックのノンターボであるのに対し、唯一の5速オートマチックにターボチャージャーを搭載したホットモデルだ。それもそのはず、パワーユニットはあのランエボから譲り受けた 4G63 型、7代目ランサーエボリューションのエンジンをベースとして、 SUV の使い勝手に特性を最適化させた2リットル直列4気筒ユニットは、2500回転ですでに35キロのトルクを生み出し、5500回転で最高出力の240馬力を発生する。これほどまでのハイパワーでありながら、国土交通省の定める量低排出ガス車に認定されている。駆動方式もランエボと同じフルタイム 4WD、 足回りはフロントがマクファーソンストラット、リアがマルチリンクで、こちらもランエボと同一形式だ。とはいえ、エアトレックではランエボほどのハードなセッティングは施されず、一定のロールを許す乗りやすい味付けとなっている。現代の SUV はクロカン 4WD、 ステーションワゴン、ミニバンの要素をどんな割合で配合するかで素性が決まる。しかしエアトレックターボ R はランエボの血が持ち味を決めた異色の SUV なのである。